はー、エコネこんばんは、ハルケです。今回は TOTY スケジュールを紹介していきたいなと思います。今作の TOTY のそれぞれの排出期間がですね、明らかになったので、今回動画にしていきたいなと思います。そして迷っている方もおられるかもしれないんですけれども、個人的にいつ引くべきかどうかというふうなところも話をしていければなと思います。こちらの動画はですね、リークを含むものになってますので、リークが苦手な方はですね、ここで見ないということをお勧めしたいと思います。じゃあそれではスケジュール紹介していきたいなと思います。こちらになります。FC24TOTY スケジュールはこのような感じになってます。特に前作とは変わらないかなと思います。19日金曜日ですかね、TOTY 開始された。そっから2日間はですね、アタッカーと。で、また2日間、21、23はですね、ミッドフィルダー。そして、ついで、2日間、23日から25日はディフェンダーと。まあ、おのおのポジションごとに配送されていくというふうなことになってます。で、そして25日、TOTY 開始19日から始まってるんで、そこから1週間後の25日からはですね、フルチームというふうなことで、全ポジションですね、TOTY11 名が配送されてくるというふうなことになってます。その期間が1週間あるという感じになりますね。で、また今作は女子選手がいるというふうなことにはなってますので、男子女子ともにというふうなことになります。なので、アタッカーの女子選手、男子選手が2日間限定。まあ、ミッドフィルダー、ディフェンダーも同様です。女子選手と、あとは男子選手、合わせたミッドフィルダーの選手も2日間限定、ディフェンダー選手も2日間限定。で、フルチームに関しては22人、11名、11名、男女合わせてっていうような感じに、まあ、なってくるので、これまでよりかは、まあ、この Y のカードがね、多くなって、っているってことを考えたら当たりやすくはなってるんちゃうかな、過去作よりっていうのはまあちょっと思ったりはしますけど、まあどうなんかなっていう風なところをですね。で、またリークの動画とかをね、いくつか見ている方だったらね、まあ Y のアイコンだったりとか、あとは候補選手ってのはどこにね入ってくるのかってね思うと思うんですけれども、これまだリークはされてない感じにはなってます。ただまあ自分の予想的には前作と同じような感じにはなってているので、まあ、おそらくですけれども、アタッカー19日 TOTY 開始をされましたよっていう風な時に、まず TOTY アイコンですね、アタッカーだったりミッドフィルダー、ディフェンダー、この1週間の間に TOTY アイコンが、まあ、チーム1チーム2と分かれて出てくるという風なことだと思います。で、また前作はフルチーム、この25日から解消される全ポジション排出っていう風な時にも、2日間限定で全 TOTY アイコンも再配送されて、ました。チーム1、チーム2合わせてっていうような感じですね。で、候補選手に関しては、このフルチームですかね。TOTY のそのアタッカーとかミッドフィルダーとかディフェンダー、ポジション別のこの1週間の時には登場をせずに、フルチーム、全ポジションっていう風な配送バンってされた時に一緒に候補選手も配送されてました。なので、まあやっぱりこういう風に、もしかすると Y アイコンだったりとか候補選手もおそらくそんな感じになってくるっていうのを仮定すると、自分的にやっぱ引くべき時、まあ引き時っていうのは25日ですね。うん、全ポジション配送の時に引くのが一番、まあ Y 関連のカードが当たりやすいんじゃないかなというふうには思います。なので、まあ結構今作は女子選手っていうふうなとこも踏まえるとね、非常に多くの Y カードっていうのが出てくるので、まあ当たる人は、うん、多いかもしれないっていうふうな感じですね。やっぱフルチームってなると24名、まあ最大で、おそらく自分の予想が当たってればですけど、24名の Y カード、2日間限定の再配送のアイコン、プラス候補選手っていう風な感じにはなってくるので、かなりのね数の Y カードというか TOTY 関連のカードが、まあ、このやっぱフルチームの時にバンといっぱい出てくるっていう風な感じにはなりますね。なのでやっぱりそこの時に、うん、引くのが無難かなっていうのは思います。 TOTY 開幕っていう風な時には、まあパックは残しとくというか、もう本当に Y を狙いたいっていう感じであれば、うん、残しといて、その1週間後、TOTY 開幕からの1週間後のこのフルチームの時に、うん、引くのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。